頼むでふよ。一行は間もなくタイタニアに到着と伝えてほしいでふ。密偵はお主じゃったか、ビエンフ。マギル姉さん。気がつかなんだ、わしの契約術に強制術を重ね書きしてある。さすがはおっさんだな。まさかお主が最初に逃げた時点からあのジジイの策だったとはのう。わしをタイタニアに捕らえたのもベルベットと出会わせる計算か。見事すぎるわ。許してほしいでふう。メルキオル様の術には逆らえなかったんでふう。別にどうでもいいわい。どうでもいいと感じるわしの心すらもの。まずいところを見つかってしもうた。わしが清涼の密偵とバレたか。違うんでふ。悪いのは僕なんでふ。聞いてたわよ全部。なんじゃつまらん。では煮るなり焼くなり好きにせい。もともと信用してもいないし、密告がなくてもいずれはこうなったわ。どうせ反省しないんだから、せめて戦力として働きなさい。ずいぶん甘く残酷なことを言うな。あんたたちに構ってる場合じゃないからよ。お望みなら全部終わった後に食らってあげるわ。なあベルベット、憎いとはどんな気分なんじゃ。どれほど辛い、どんなに苦しい。身を焦がすほどの憎悪は生きている意味を、実感を与えてくれるのか。タイタニアが見えた。表の港に清涼の船が来てる。裏の港につけて。答えを知りたかったら手を貸しなさい。アルトリウスを殺す瞬間に見せてあげる。ボロボロのざまでまだ吠えるか。まったくムカつくやつじゃて。あなたたち禁術を仕込まれてる。メルキオルの仕業ね。待て、狙いは私でしょ。出たな最下の剣種。またそれ、ご大層な名前ね。名付けたのは貴様が傷つけた人々だ。己が罪の重さを知るがいい。そんなもの、いや今までの罪はその身に刻んでやる。我らが石の翼でな。カムイよ、想定のうちよ。愚問よ、これは命の喰らい合いだ。凍結しろ。身の方。
の距離なら外しません。ゼロの傘吐く。うわっ、殺さなきゃ。自滅したな。わしの予想通りじゃったの。星稜は全部分かってやっているのですね。グリモワール、クーマたちは？わからないわ。急に攻められてチリジリになってしまったのよ。解読はどうなった？ほとんどできたけど、肝心の最後がまだな。あんたたちはバンエルティア号へ、クーマたちは私が探す。できるかのう、カムイの集団をかいくぐって。嫌なら来なくてもいい。触らないで。一人で無理しないで。みんな一緒だし、僕がベルベットを守るから。昔アフィーも同じことを言ってくれたけど、そんな甘いこと言ってると死ぬわよ。いくら誓ったって現実には通じない。ラフィーもあっさり死んだ。殺された。私もあの子を守れなかった。あんなに私を思ってくれたあの子を、たった一人の弟を胸を刺されてなかっただろうに。ベルベット、あんたは自分の心配だけしてればいい。これは命令よ。カノヌシを抑えてもらわなきゃならないのよ。アルトリウスを殺すために。行くわよ。敵を押し返しながらクーマたちを探す。星稜のやつらやっと味たらしくなってきたのによ。悔しいけど俺たちの力じゃタイマシには勝てねえ。今やるべきはこっちの港を死守することだ。ああ、やってやるぜ。副長たちの背中は俺たちが守ります。こっちは心配せずタイマシどもを存分にぶっ飛ばしてきてください。頼むぞ、こっちは任せておけ。こんな時でほが、皆さんにお話がありまふ。ごめんなさい、僕はメルキオル様のスパイだったんでほ。あなたが星稜に情報を流していたのですか？そうでほ、ごめんなさい。ああ、すげえとこに仕掛けたな、メルキオルは。まさかマギルーのそばにスパイなんて。いや、木を隠すには森の中。怪しい奴は怪しい奴のそばにってことか。マギルーの契約術の上から命令を強制する術をメルキオルがかけてたんだって。やってくれたな。
許してくださいデフ。お前じゃない、メルキオルだ。自分の舵を自分で取れないようにするのはアイゼンの流儀に反することだから、ビエンフーの意思じゃないってことは分かってるよ。でも僕が密告したせいで皆さんが危機に陥ったのは事実デフ。決死長にだってバレてたんだぜ。お前抜きでも清涼は俺たちの動きを掴んでたさ。で、他にはどんな情報を漏らしたんだ？それはベルベットが意外といいお嫁さんになりそうなこととか、アイゼンの釣り竿へのこだわりや、マギル姉さんの寝言の内容、それにダイルの尻尾の再生スピードも。え、そこ？もういい、終わったことだ。だがな、けじめはつけねばならんな。けじめ？エレノア、疑ったことを謝る。すまなかった。アイゼン。そうでふよね。僕がまずしなくちゃならないのはそれでふよね。ごめんなさいエレノア様。はい、二人の気持ち確かに受け取りました。タイマシたちは死ぬかもしれないって分かってカムイを使ってるのかな。はい、私も清涼にいたら同じようにカムイを使っていたかもしれません。自分の命を危険にさらすことで大勢の人を救えるならそれは断りにかなっている。でもあれほど危険なものをしかも大量に実践と。清涼も尻に火がついたってことだろ。だとしてもあまりにも犠牲が多すぎる。連中はそれだけクーマが大事で俺たちが邪魔だと考えてるんだろうさ。あるいは狙いが俺たちではなくカムイを使った実戦にあるとしたらどうだ。まさか実験をしているというのですか。戦いをかいくぐって折れずに残ったたちこそが名刀になる。タイマシだって似たようなもんだろ。否定できないのが悔しいです。ここを切り抜けたとしてもカムイ完成まで残された時間は多くはなさそうだな。時間がないのはカムイだけではないぞベルベット。何でもいい、邪魔する奴は殺すだけよ。覚悟はいい？容赦しない。消えない傷を刻んで走ろう。リーズルだな。
出させたことは褒めてやるよ。精霊の意志だけでなく姿まで奪いやがってヘドが出る。じゃが理にはかなっておる。精霊の力が目当てなら究極の術じゃろうて。無事のようね。面目ない。逃げるのが精一杯だった。もともと顔はないじゃろうが。怖かった。大丈夫、もうひどいことはさせませんよ。メディサが助けてくれたんだよ。ありがとう。子供を巻き込むのが許せなかっただけです。黒金、モアナたちを守って裏の港へ行って、王子とグリフォンを見つけたらバンエルティア号で脱出する。承知した。六郎、これを持って行ってくれ。お前がくれたオリハルコンで撃ったセーランだ。刀にできたのか。一切の欲望を捨て無心で打ち上げた。この世にこれ以上固い太刀はないはずだ。オリハルコンのセーランか。使わせてもらうぜ黒金。ついに完成したんだね、オリハルコンのセーラン。おう、この世で一番硬い最高の剣だ。素人目に見てもこの剣が発する意向は尋常ではありませんね。黒金はいい仕事しまふね。真剣ゴーランとオリハルコンのセーランの一騎打ちか。これは見ものだな。最高の結果が出るか最高の結果となるか、神の溝知るといったところじゃな。神なんて関係ない。切るか切られるか決めるのはこの腕だ。捕まってなかったわね、王子。君たちこそよくアルトリウスの目をかいくぐれたね。アルトリウス様がここに。ああ、タイマシたちが話しているのを聞いた。アルトリウス、特攻には付き合わんぞ。クーマたちの保護が先だ。古文書の解読もあとちょっとでできるし。分かってる。裏の港から脱出する。ついてきて。気をつけん王子殿、グリフォンに遅れたら置いていかれるぞ。分かった。